最初は安上がりな貧乏旅行だと思ってテンション下がったけど、意外と楽しいじゃない。頑張って仕事を早めに片付けて時間を作った甲斐があったわ。ゴミゴミした街中から離れて海辺でのんびり過ごすのもおつなもんよね。ただ予想外に魔力を消費しすぎたわ。私だけじゃなく、あいつやコロスケまで泳げないとは思わないもん。あいつらに水中散歩をさせてやるために特別なオリジナル魔法とかかけてやったし、あれまだ開発段階で魔力消費の効率が悪いのよね。魔力切れで全身が気だるいわ。いいけど、コロスケたち楽しそうだったし、全校を積んでいい気分ね。3泊4日この調子で心穏やかに過ごせたらいいな。キャルちゃん、飲み物を買ってきましたよ。キャルちゃんが魔法で腕輪に収納してるっていう飲み物はなくなっちゃったみたいなので、新しく入手してきました。ほらほら、昼ぐらいからそこに海の家が開店してて、焼きそばとかトロピカルドリンクとか売ってたんですよ。やばいですね。こら、ペコリーヌ。しー、コロスケが寝てんのよ。あんまり騒がないでくれる？そう、そう。え？おっと、これは失礼しました。コッコロちゃん、キャルちゃんの膝枕でおねんねしてるんですね。かわいい寝顔。ほっぺたぷにぷにですね。ツンツンしちゃおう。ツンツン。やめんか。こいつ慣れない海で疲れてるんでしょ。ゆっくり休ませてあげましょう。うん、はい。あるじしゃも。あれ、私眠っておりましたか。ああ、ほら起きちゃった。ごめんね、コロスケ。寝直してもいいわよ。え、私キャル様のお膝の上で。大変失礼いたしました。キャル様、触れられることがお嫌いでしょうに。いいのよ、ガキが気使わなくても。あんたたちなら別に嫌じゃないしさ。聞きましたよ。じゃあ私もお言葉に甘えてたっぷりハグしちゃいます。ぎゅうぎゅう。ごめん、訂正するわ。あんたは普通にうざいから触んな。ひどい。でもキャルちゃんは最初に出会った頃に比べたらすっごいテレッテレになりましたよね。この調子なら数ヶ月もすれば自分から抱っこをせがむようになるに違いない。その時が来たらたっぷりギュッてしちゃいますね。そんな未来は永遠に来ないわよ、アホリーヌ。アホリーヌ？アホのペコリーヌの略。あだ名をさらに変形させたらわけわかんないですよ。でも本当、こういう軽口も叩けるようになって嬉しいです。最初の頃はキャルちゃんたまに怖かったですよ。そうかしら。別にあんたたちと出会ってからそんなに自分が変わったような感じはしないんだけど。変わりましたよ、ずいぶんね。あんたもペコリーヌと一緒に飲み物とか買いに行ってたの？ご苦労。あたしに貢ぎ物を献上しなさい。コロスケが膝の上で寝上がるからさ、動けなくて。ビーチパラソルの下に避難することもできずに、もろに日差しを浴び続けて脱水症状になりそうなのよ。ほら早くしてよ。ぼーっとしてないで飲み物をよこして。うん、よしよし、ありがとう。
して海辺でトロピカルドリンクを飲んでるとここが近所だってことを忘れちゃいそう。お二人とも仲良しで結構でございますが、程よく休めましたし、日が高いうちにもう少し泳いだりしませんか？おお、ちっちゃい子は元気ですね。行きましょう行きましょう、海が私たちを呼んでますよ。ああ、ごめん、私はもうちょい休みたいわ。あんたたちだけで行ってきなさいよ、私はここで見てるから。仲間外れにするみたいでちょっぴり嫌な感じですね。仲間外れにされたなんて思わないから。行った行った、あんたたち前衛と違って魔法使いは体力ないのよ。魔力も切れてぐったりしてるしさ。大丈夫、もうちょい休んだらすぐ合流するから。私も正直まだまだ海を満喫したい気分だし。